前に進むことができようぞ。この先へ向かうわ身の毛もよだつ思いじゃ。この毛柄はしき地の深みへ。ここで我は己を知るのじゃ。読みの幻は見飽きた。読みこそお主の幻に飽きておる。お主は己の真の姿を受け止めねばならぬ。は <laughs> 我は。 あのようなものではないないらば我らは何者か広木を何者なのじゃ我らは別れ欠けておるそれゆえに我らはあの輩に二度も敗れたのじゃ我らは影炎にとって驚くべきものではなかった 愛がお主を縛り、義がお主を縛り、憎悪がお主を縛る。一つ一つが相反する者同士。和を保つには、未だ叶わぬ思いを遂げめ、誠にお主を導く者を知ることじゃ。拙者が選ぶは愛子のみ。 いかなる時も、我が妻と共にお許しください先生。我が務めは、他の者に。読みからは一度のみ回帰が許される。再びこの地に戻る時永とはに後なる。行くのじゃ。武士道というは死ぬことと見つけたり。 我がこの地に居るのはそれゆえか。くせもの。そこをどけもののけ我は進むべき道を行く七天抜刀我はそう解かれ、そう読みを耐えるのじゃうせろうせろ,うせろ我がこの地を去るは自ら決した時のみじゃお主には我が殿は、やがて落ちるであろう。 あの光は、この死の地の何よりもまばゆい。ものの不要。何故お主は過去のごときことを致しいたすの思い人と添い遂げるため。では、守ると誓った者どもを見捨てるのじゃない。もう遅い皆。 かげろうに切られてしもうたでは他の者も,もまた死ぬか。かげろうにこれより多くの命を取らせぬため。では、お主の思う女をただ一人、とわの道を歩ませぬのじゃな。添い遂げたい思いは大いにある。されど、我は義の道を志した身だ。ではお主は誓いを破るのじゃな。 我が望みは恨みを晴らすこと。血をもって生死、名誉を得るのだ。では、おのが欲のみを満たすのじゃな。弱さとの決別は欲ではない。では、これまでのお主を全て捨てるというのじゃな。犠牲は必然である。参れ。終わりなきねじれた道。 されど我が迷うことはない。またしてもまばゆい幻。欺かれはせぬぞ。黄み先は通さぬ物のけ我は望む道を行く。貴様はそうにね、読みの者じゃ。決してなるまい。この亡霊ども。 我が過去に切った者どもの顔をしておる。この者どもは手に入らぬ平穏を探しておる。怪しき美しさよ。核のごとき浅ましき地にありても。町の金の根はわずらわしかったが、少なくもこれは音を立てぬ。笑わ,わ遊びはしまいじゃ去る時が来た読みが許すならばじゃ。ようやく。 意味ありき文字。にん。ぎ。ちゅう。ゆう。わ。またしてもきっかいな早道などはありえぬ。 忠誠であるならば仇討ちを望むのであれば妻との再会を望むのであれば裏切り者おのが過ちは承知しておる されど裏切りは犯しておらん虫に食われた木のごとく、この地は崩れゆく。我が失った者の,の幻。さらなる欺き、まやかしじゃひとたびの死では足りぬのか死の命運を受け入れようとも、斧が誇りは汚させぬ身のない信念の言葉よ、小の信これまでの道具も水の泡よ お前の脅しはもう聞き飽きた。もののけよ。我にもう構うでない。できわしは解き放たれたのじゃ。それはいかがなものかな。このロークがみんな無駄足ならば。もしや。 我が愛子に会えぬようなことがあるならば。我が過ちで皆が多大なる害を被ったは事実。黄泉の駆け引きは皆空虚なり。斧が力で生への道を切り開き、全てを奪い返さねばならぬ。斧が身の身を暗示て斧が身のをが身のを哀れによ。うんぼれは。 二人はお前を迎えようとしておるいよいよこの腐った騎士を去りなすべきことをなすのじゃお前が志を貫く先にあるのは忘却じゃ目先ばかりの儀などお前を囚らわれの身にするだけじゃ未熟な幾嚇にもてあそばれては これは何のまやかしじゃ再び読みは忘れ去ったりし日へと我を誘う。たとえ我が命が尽き果てようとも、拙者には義しかござらん。許せ。愛子。安らかに。誓いは破りませぬ。先生。皆が拙者を必要としております。読みより放たれしと聞きたい我は、我らとに、行け。 苦しみ我が人生無数の犠牲を払った後得たものは、それだけじゃ己の道はまやかしじゃ得などいらぬ我がこの手で掴むべきものを取るまでじゃ我、ま、乱れたい